野村さん。俺かい。はい。何今回ね、喋って、皆さんと対談して、改めて来期の浦和についてこう、どう思うかというところなんですけど。レッツは、一番いい選択をしたと思う、監督は。まあ、いいっていうのは、まあ、俺がこうなったらいいんじゃないかなっていうところでこう落ち着いたから、うん、岡田さんとか西野さんとかだったら、多分すぐ、まあ、勝てたと思うんだけど、でも、もっと魅力的なことをしそうな人にしたっていう、ペトロビッチや、ミーシャが。ある意味で岡田さんと西野さんよりもいい選択。あの、何年後か後にはそっちの方が良かったなっていうことがある可能性のある人だったっていうことだよね、すぐは結果出ないと断言しようと思う、つまんないかもしれないですけど、でも来年は難しいかもしれないけど、レッツがすごくいいサッカーをして強くなって代表選手も何人も入っていくっていうようなことが結構現実的になるかなって思うから、2社が5年ぐらいやれるといいよね、そんなところかな。でも、まあ、クラブは自信を持って選択したと思いたいっていう、3番目がこの人だったからこの人だっていうんじゃなくて、こんなスタイルでやっぱりレッツはやりたいから2社にしたっていうことを祈るっていう、そしたら我慢するでしょ、クラブは。クラさん、あの非常に期待感のある監督が、まあこういうタイミングですけど、まあ、なったっていうところで、まあ変わってもらいたいなと思いますし、まあすぐにっていうのは確かに難しいかもしれないですけど、まあ、腰を落ち着けてやってもらいたいなっていう、なかなかね、そういう、ね、今までクラブじゃないんで、まあ、結果はやっぱり求められるし、だけど、まあ、間違いなくチームとしていい方向に行くというふうに思うので、今の選手がどうやって変わっていくかっていうのを楽しみに見ていきたいなと思います。はい。まあ、この今年は1年間、まあ、苦しいゲームがずっと続いてて、まあ、僕は全部試合行ってるんですけど、スタジアムもやっぱお客さんがすごく減ってるのがすごく分かるし、まあ、数字にも表れてるし、一番入ってるとはいえ、レッツの中で比べたらやっぱり減ってるっていうのは、J リーグの中でもとっても良くないことで、ただまあこういう面白いサッカーをしてくれる監督が来てくれたっていうので、時間がかかるかもしれないけど、もしそれができれば、きっと多分お客さんもまた一回離れてしまった人も引き戻せるぐらいのサッカーを広島で見せてくれてた人なんで、まあ少し先になると思いますけど、まあその辺まで期待して、まあもちろん内容が結果が出ない分内容をやっぱ求めたいし、そういう視点で見ていって、またお客さんが戻ってきて、最初がガラガラだと、ね、いろいろな面でこうやっぱり選手のモチベーションだったりとか、まあ、引退スポンサーとかいろいろ多分クラブにとって大きな問題があると、いきなり前にはもちろんならないけども、一人一人やっぱこうまたお客さんを取り戻していくっていうところにも多分つながっていく選択だと思う。その辺の変化を感じ取ってちゃんと取材ができるかなと思います。清宮さん、ありがとうございました。ありがとうございました。